はい、こっちの娘です。よろしくお願いします。はい、それではすり鉢を使って納豆をすりつぶしていきたいと思います。使用する納豆は小粒納豆を使用します。大粒でもいいですけども、すりつぶしやすいように小粒にしました。だいたい1人前で、1パックを使ってください。はい、じゃあもう一個開けてください。ぐちゃぐちゃこれ。これですりつぶしていきたいと思います。はい、じゃあ娘やって。大変、ちょっと大変。お餅みたいだね。じゃあさ、パパがやるからここ押さえてもらっていいかな。いいよ。すりつぶすようにつぶしていきます。これ結構大変なので、まあ、ぶっちゃけフードプロセッサーでやった方が早いです。ただ、まあ、今回はすり鉢で作っていきたいと思います。はい、つぶしました。すりつぶしました。テール、はい、すりしました。じゃあパパ言うか。はい、すりつぶ言えないね。じゃあママ言う。なんで？すりつぶしました。こんな感じです。で、今回使用するのは先ほどすりつぶした納豆、そして味噌、あとそのスーパーで売ってた山菜ミックスと、豆腐、はい、そして下茹でしておいた芋煮、あと油揚げ、あとネギです。はい、調味料は味の素と本だしを使います。はい、お湯が沸騰してきたので芋を入れていきたいと思います。もう芋は下茹でしてあるので、今度は続いて山菜を入れていきたいと思います。油揚げも入れてきます。それでは味噌を入れていきたいと思います。はい、それでは先ほどすりつぶした納豆を入れていきたいと思います。はい、溶かした納豆を入れていきたいと思います。はい、納豆の香りがすごいっすね。はい、じゃあ火を止めて完成です。あ、豆腐入れるの忘れてた。すいません、豆腐入れます。それではいただきます。ちょっと行儀が悪いですけど、納豆汁をご飯にぶっかけます。これが一番美味しい食べ方です。いただきます。
はい、ごちそうさまでした。いやめちゃくちゃ美味しかったです。まあ、一人前1パック納豆使ってるんで、もう濃厚で仕方ないですね。ってことで、美味しそうと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。